ヒピサ鍾乳洞っていう看板があったんでね、入ってきたんだけど、鍾乳洞があるんだね。ちょっと寄ってみよう。よいしょ。こんにちは。まだいいんですか。終わってるんですけど、お一人ですか。一人。あ、いいですよ。あ、いいな、はい。帰りに声かけてくださいね。こちらに。帰りに声かけてくださいね。こちらに。ああ、帰りに。帰りに帰りますよ。って声かけてください、ね。ああ、お金を。1200円ですね。ペイペイは使えます。使えない。はい、ごめんなさい。よかった。はい、もう見れないかと思った。ありがとう。はい、よいしょ。よいしょ。あ、もうね、営業時間がどこも4時くらいで終わるんだね。このまま入れるの？入れるの？電気がついてるから入れるんだよね。うまっ。ここは何？水が溜まってるの？よく見えねえや。おお、ほんと鍾乳洞だね。鍾乳洞だね。ヒヤッとするね。どこ行っても暑いからさ、こういうとこはいいかなと思って寄ってみたんだけど、久しぶりだな、鍾乳洞とかね。ありそうでなかなかないんだよね。山口とか北九州とかね、あるけどね。サンゴカ石群。サンゴカ石群じゃない。サンゴ化石群か。どこで区切ってるんだよって。また広くなった。広いね。結構長い。10分ぐらいとか言ってたね。10分ぐらい。で、砂浜に出るらしいんだ。青い洞窟ってあるよね、石垣にね。
あそこも行きたいけど泳げないといけないのかな、そこはね。じっちゃん泳げないからさ。それとね、あの鹿児島のチリンガ島みたいに干潮時にさ、島までずっと道ができるとこもあるみたいなんだけど、そこもね、なんか完全に道にならないみたいでさ、シュノーケリングって書いちゃったね。ということはじっちゃんいけないよね、泳げないからね。わあすごい、すごいな。映ってるのかな、ここも水が溜まってるけど、お、なんかぴょこんってなんか、お、あ、魚じゃなくて雫が落ちてるのか、上からね。魚がいるのかなと思った。よいしょ、足元にお気をつけくださいって書いてある。おお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 、出口かな。お、低い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 で、で、おっとっとっと、右に行ったらパワースポットの石があるって言ってたね。亀みたいな石とか言ってたけど、どこにあるんだ。お、海岸線に出た。海岸線に出たけど、あれ？どこだ？どこだ？こっち？左は行けないもんね。こっちかな？こっちかな？よいしょ。ふう、暑い、外は外は暑い。鍾乳洞の中はさ涼しかったけどね、外は暑い。ここも昔は鍾乳洞たのかな。で、嘘でしょ。ハブ出没注意とか書いてある。え、ハブは確かあれだよね、硫黄成分のあるとこにはいなかったと思うんだけど、あ、そうか。石垣は温泉がないもんね。ん？ここ？なの？よいしょ。どくしょ。どくしょ。どくしょ。わたたた。よいしょ。えらい急な階段だね。よいしょ。よいしょ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 。あ、あれだ、亀さんのパワースポットっていうのはあそこだ。暑い、相変わらず暑い。あ、これだこれだね、これだこれだ、パワースポット。お、すごい、ほらすげえな、下も穴が開いてる。これ満潮時は使ってしまうのかな。
今ね、干潮からね、満潮になってくる時間なんだよね。あ、これだ。亀さんのね、あれは。暑い。あ、カメラ忘れた。汗がね、顔から滝のごとく流れ落ちる。いいとこだね。いいとこだよ。いいとこだね。こんなとこに、沖縄にもさ、まあここも沖縄県なんだけど、沖縄県にもの、あ、なんていうとこだったっけ、ハート型のね、パワースポットの石があるんだよね。もやそこでも写真は撮ったけど、どうしたんだ写真は。もう昔の写真とかさ、もうなくなってしまってるよね。いいな。でも気をつけないとね、潮がさ、満ちてきてる時間帯だからね。下手したら帰れなくなるよ、のんびりしてたらね。ほう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 、いいんでないかい。いいとこだね、ここは。たまたまね、通りがかりて、なんとかのね、鍾乳洞とか書いてあったからさ、思わず寄ってみたんだけど、いいとこだね。鍾乳洞もだけど、鍾乳洞を抜けてさ、こう海岸ベタもさ、いいとこだよ。あ、暑いだけど、暑いよ、暑い。うん、おお、こういうとこがさ、もともと珊瑚礁の、珊瑚礁が隆起したのかなと思ったよね。いいね、いいね、いいね。こういうとこは、じっちゃんは好きだな。あ、これ以上先に行くとやばいね、もうね。潮が満ちてきてるからさ、だんだん、ね。お、狭いから、ダメだよね。帰れなくなっちゃうよ。帰れなくなっちゃうよ。わぁ、わお。いいとこだぞ。ほんといいとこだぞ、ここは。おー、いいの。ドローンを持ってきたいよね。ドローンはね、じっちゃんのドローンはさ、
持ってこようと思ったらプロポがね電源が入らなかったんで、そのまま DJI に送った。だから今日電話が来たよ、電話が来た。メールを見てね、見積もりを送ってますから、なんて書いてある、なんか書いてるね。ああ行きたいけどな、向こうに行きたいけど、もうね帰れなくなるからやばいよね。この辺りで切り上げるかな、この辺りで切り上げるかな。ここはさ、あのなんていうの、海岸端に鹿児島いっぱいいるんだけど、虫がねゾロゾロといるんだけど、あまりね、あいるね、いるのはね全然見かけないよね。おー、いやー、ほんとあれだね、プライベートビーチだね。おーすごい、ほらニョロニョロと蛇みたいに根っこが、ガジュマロの根っこなの、何の根っこ、はあ、ここでやめよう、もう行ったらやばい、これ以上これ以上行ったらやばいから。ソテツがあんなとこに自生してる、よいしょ、 Uターン、U ターンしよう、 U ターンしよう、ほい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 、暑い暑いぞ暑いぞ暑い、水もね海もね、きれい、水もほんときれい、透き通ってね、これでわかるかどうかわかんないけどね、きれいだよ。いや、いやいや、いいとこにね、こんなしてね、偶然ね、巡り会えたりするんだよね。魚とか釣れるのかな、この辺りはね。いや、暑い暑い、今日はもう諦めるか、帰ってねシャワーでも浴びてゆっくりするかな。もうねあれだよ、こんな暑いとね、じっちゃんさ、アイスだとかさね、ジュースだとかさ、そんなんばっかりさ飲み食いしてるからお腹も空かない。本当はご飯をちゃんと食べた方がいいんだろうけどね、でもお腹空かないからさ、ご飯食べる気にもならないしね。おお涼しい、影はね、風がビュービュー通ってさ、涼しいよ。違うの、ヤドカリかと思った、ヤドカリかと思ったら葉っぱだね。するのも良さそうだけど、葉っぱが出るって書いてあるから、やばいよね。葉っぱが出るって書いてあるとか、やばい。勘弁してください、葉っぱはね。
こんなとこまでいるんだね。台湾とかさ、近いから泳いでくるんだろうね。昔泳いできてさ、住み着いたりしたんだろうね。いやだね。ここもカラスがうるさい。ほんと島中どこ行ってもカラスがうるさい。氾濫期なのかな。氾濫期というか繁盛期。ねえ、ペアを作る求愛行動なのかな。光るって書いてある。名前がいっぱい書いてあるね。あれ、亀さんの岩場、亀さん岩はどこ、あ、これか。亀さん岩はこれか。はい、無事に旅行が終わりますようにお願いしますね。よし、亀さん岩もね、亀さん岩にもさようならして帰ろう。あ、おばちゃんが帰りに声をかけてから帰ってくださいねって言われたね。よいしょよいしょ。いや、ああそうか、鍾乳洞ずっと下りだったけど帰りはさ上りなんだよね。下ってきたということはね。まあ中はそんな暑くなかったから涼しかったからいいんだろうけどね。あ、疲れた。砂の上を歩いたら疲れた。汗びっしょりになったね。いやー、顔から汗がねドボドボ落ちてくる。いいとこを見っけ。今度また来る機会があったった。ゆっくり来ようかな、ここにね。あ、この虫、この虫。このね、ゴキブリみたいなさ、虫が鹿児島の海岸いっぱいいるんだよ。だけど、ここあまりいないね。よいしょ。どこじゃ、この階段、きついぞ。おい、よいしょ。よいしょ。よいしょ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 。お、ほら上と下の鍾乳石がつながってる。何百年かかったんだろうね。はい、もう日もね、だいぶ落ちてきたね。さあ、鍾乳洞を抜けて帰ろう。帰ってこれた。出れた。まだ違うか。まだ出ちゃう。ここか。ここが出口。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。よいしょ、いや、よいしょ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 、ちょっと水道を借りて、足と顔を洗おうかな。ありがとうございました。水出ますか。帰りはきつかれた。階段がありますからちょっと砂浜をちょっと歩いたもんだから。
汗が。分かったからいいんだよね。あ、電気が消えた。サビチ鍾乳洞だって。ああ、2億7000万年前に、2億7000万前の頃に海底より隆起したんだね。すごいね、2億7000万、とんでもない、とんでもない年月だね。よいしょ、ありがとうございました。おばちゃん駐車場まで乗っけて行ってちゅうんとか。でももうすぐそこだもんね、駐車場ってね。ふぅ、よいしょよいしょ。夜は閉鎖されるんだね、危ないからね。よいしょ、どこしょ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 。ブーゲンビリア、あれブーゲンビリアがいっぱい咲いてる。よいしょ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 。おお、ブーゲンビリアがいっぱい咲いてるね。いっぱい咲いてる。はよし、着いた。駐車場まで着いた。あまりね、足にね、負担をかけると、実際ダメなんだけどね。はい。ということでね、サビチ鍾乳洞っていうところにね、今日は来てみました。はい。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。疲れたー。